き続き救護に移る。五十嵐、宝木、怪我人を頼む。他は私に続け。まだ余獣がいないか捜索する。安城美奈は待望の怪獣8号アニメシリーズのサポートキャラクターの一人です。安城美奈はクールで冷静なキャラクターで、声優は瀬戸あさみさんです。エリーゼはオーナーの指導役ということで厳しい一面もあるんですが、見た目の美しさもそうですし、だんだん見えてくる優しい一面もあったりするので、ぜひエリーゼを楽しんでください。瀬戸あさみは比較的若い声優ですが、多くの役を演じています。彼女の声は高音タイプなので、女性的な役を演じることが多かったです。瀬戸あさみさんが演じるキャラクターの中には、私たちが知らないキャラクターがたくさんいます。これまでの瀬戸あさみの声優の中でお気に入りのキャラクターをいくつか紹介しましょう。怪獣8号アハクミナ、戦力は 0%、 入隊試験もギリギリの補欠降格でした、それまでの防衛隊試験も12回連続で不合格。年齢的にも新入隊員の中では最年長です。盾の勇者の成り上がり、ラフタリア。私にも一番安い定食を。勝った、やっと直文様は何も間違ってなかったって証明されるんですね。いえ、その少しはわがままを言ってもいいかなと。フィーロー、今夜はラフタリアに添い寝してやる。放浪息子、高槻よしのデビュー役。張り切ってるんだね。私はやるんだったら。じゃなくて、私いろんなことあんまり考えてなかった。ニトリ君いっぱい考えてて。青春豚野郎、桜島舞。寒いんだけど。本当にされると思ったんだ。だってサクタにとってこれが一番のご褒美でしょ。ちはやふる、綾瀬千早。やだ、タイムなんてやだ、やだよ。大地、大地。革命機バルブレイブ、指南証拠。ストライクザブラッド、アイバアサギ。じゃあお母さんの名前は？アイバアサギ。なんでそうなるかな。ひょっとして未来の私が産んだ子供がタイムトラベル的な現象で送り込まれて。マクロスデルタ、ミラージュ。あなたは歌を歌うためにわざわざウィンダミアからやってきたんでしょ。それにその故郷と戦うことになっても、ここに残って歌うって決めたんじゃないの？それはそうだけど。だったら歌いなさい。呪術廻戦、釘先のバラ。ぽいな、お前ら。でも残念、私との相性最悪だよ。スレージホー、ともなり。タリタリ、宮本雷花。で、尾張クルスのクルス祭りが起源なの。織田信長からパーティーに呼んでもらえなかった明智光秀が、ケーキは本当寺にあり。って甘つぶりすぎ。トロピカルジュ、プリキュア、キュアフラミンゴ。キュア、プリカビフラミンゴ、スマッシュ、ビクトリー。東京クシュ、東京グール、 RE、 窓あかつき。敗戦、お前はお前だ、ナナド。オーバーロード、 CZ2128 デルタ。人類好きというとアルベド様が傷つく。どっちを発言しても血は免れない。エアです。誰もがおかしい状況なのに、ましてやソルシャンはなおさらおかしい状況です。グランブルーファンタジー、ジェシカ。大丈夫ですか？大砲って弾がいらないから便利ですよね。直撃の相馬、北条美代子。いいかい、選抜のメンツは単なる成績順で決まるわけじゃないんだ。料理人としての個性や将来性、あらゆる視点から評価される。テストの点だけ取ってりゃ満足な奴らは花から選ばれるわ。デスパレード、友幸。うん、
だったらさ、もっといい顔しなよ。え？笑ったりできないの？こうですか？もういいよ。影の実力者になりたくてアルファ。何回私たちを切り捨て、教団よりも先んじてシャドウが偽札を流通させた。その人は。アルファ様！私たちは、私たちは見捨てられていなかった。ウィッチ・クラフトワークス、ヒオドリジサとアヤビ。動かない。誰かに乱暴されたの。もし高宮君に危害を加える相手がいたら、ちゃんと報告するのよ。そいつ、燃やすから。できた。行きましょう、高宮君。ささやくように恋を歌う朝なぎ。隠して止まらない。むしろもう止まってる。引き受けなきゃよかった。一人で歌うのが好きなだけなのに、誰かに向けて歌うなんて。女神のカフェテラス、鳳凰寺紅葉。遅くまでお疲れ様。コーヒー入れてきたけど飲む？そっか。でも終わるとなると寂しいね。海の家もそれなりに楽しかったから。へえ。君のことが大大大大大好きな100人の彼女、栄養なぎの。舐める？違う、選択で。愛情レンタロウ。ん？私はあなたが好き。私と交際してほしい。ザニューゲート、シュニーライザー。ですが言えなかったんです。 PK の存在を知ったら、あの時の真に戻ってしまう気がして。冷酷で誰も寄せ付けない真に。自我の薄かったゲーム時代の私であれば耐えられました。海賊王女、フェナ・ハウトマン。あ、部屋に戻ったんじゃないかな。にしてもチタンって本当にモテる理由がわかるっていうか、女慣れしてるっていうか、顔良くて性格良くて強いなんて反則だよね。文豪ストレイドッグス、樋口一葉。あなたの葬儀をしていたんですよ。お役分かったんです。私何も伝えずに終わるのだけは嫌だって。先輩聞いてください。私、先輩、私まだ心の準備が。心のリンネのラグランジェ、ラン。マナシに目覚め、鬼は立つ。これはレガリテの王室に古くから伝わる歌。昔よくお兄様に、悪い子はアサギの大鬼に食べられちゃうって脅かされた。セレクタインフェクティッドワイソース、ブラソエイオナ。私としたいの。待って、アタックフェイズ、ブラッティスラッシュ。じゃあもう一度。スターウォーズ村の花嫁 F。 立ち上りたまえ。そしてフォースと共にあらんこと。グランブルーファンタジー、アズサ。使命。こなたの名はアズサ。そなたの刀となり、共に遥かなる旅路を進む。カラゲン、カミシン、九条サラ。一体を維持してこそ聖国を射ることができる。聞こえたか。雷鳴は将軍様の意志だ。天狗の責務は山林を保護する。フェイト、グランドオーダー、家臣小路。期限をなさん。見やれ、これぞ我が。あーい、手加減いりますか。あーい。へい。鉄拳八ベナ。せいぜい私を追い詰めてみせろ。屈服するがいい。違うんだよ。デッドオアアライブへ、エリーゼ。たまには仕事を忘れてゆっくりと。油断せず続けましょう。彼女は力強いダイナミックさも兼ね備えた素晴らしい声優です。近い将来、瀬戸麻美がさらに多くの主要キャラクターの声を担当することを信じてください。私たちが見逃したお気に入りの瀬戸麻美の声のキャラクターについて、下のコメントセクションでお知らせください。
新しい声優ビデオをリクエストしたい場合は、下のコメント欄にハッシュタグ300ゲーマーズスタジオをつけてドロップダウンしてください。いつもご支援いただきありがとうございます。私たちのビデオが気に入ったらチャンネル登録を忘れないでください。皆さん、またすぐにお会いしましょう。